タッチを添えるっていう。おこう。うわ、ぶれ。オリベッチ、いつかやる、ピロスケ、さよ。そして、兄出しの塚田さんです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回やるのは、はい、まあ、野暮ですがシリーズっていうので、うん、ちょっと漫画とか、うん、そういうアニメ出てくるキャラクターの技が使えるのかと。それで、しぐるいの無名魚れがは果たして使えるのかと。はい、まあ、ちょっと特殊な技があるんで、うん、ちょっとそれをね、使えるか使えないのか、検証します。はい。じゃあまず、無名魚がね、うん、では何なのかっていう話ですけど、はい、あのシグルに出てくる、イラコ聖元っていうキャラクターがいて、はい、足が裂けてるんですよ、まあ、裂けてる足に、うん、まあ、ブンと刺しますと、あ、はいはいはい、言ったら、まあ、パチンコみたいな感じでこうやってこう、ね、はい、ビュンっていうこの威力で、うん、切りつけるっていうとんでもない技、はいはい、弾くみたいなね、はいはい、言ったら、はい、あの盲目だから見えない、あ、見えないってことですね、はい、でこう、はい、もうこの時点でめっちゃ不利ですよね、こっち。でこれ塚田さんから見ても、うん、もう分かりますよね。見え見えです。軌道も立ち筋も、うん、分かりますね、はい、これだったら。でこっちも対処法も、うん、どうするっていうのは頭にもう浮かんでます。はい、攻撃の軌道がこれっていうのが分かっちゃう。まあそりゃそうだ、死ねーってやったら、うん、全然いけない。ああそりゃそうだ、予測できちゃうわな。そう、予測できちゃう。 うん、それかもう多分こっちから抑えに行っちゃいますよ。抑えに行っちゃいますよね、もうね。ですよね。じゃあもう何取るなり、なりと。もっと簡単なのは、太刀自体を払っちゃいます。はい。こうなっちゃう。そうですね。一回してなんかとかっていう風に。じゃあちょっと、使えないんじゃない？このまま行くとね。はい。でもこれを、まあ、なんとか我々は使おうと。もしも、フィールド、戦う場所が狭い場所だった場合、ちょっと条件変わってくる。塚田さん、さっきみたいに横とか切れないわけよ。そうですね、うん、ここも壁だったとかだったらもう触れないですね。はい、狭いとこだったらね、はい、さらにこっから来るっていうのが逆に細いから怖い、うんうん、圧迫力があるんですよね。そうですね、はい、こっちもさばきに制限されちゃうから、はいはい、うん、でこの状態でじゃあ振った場合、うんうん、これで当たんない、うん、上げたら、うん、はい、だからそれにタッチを添えるっていう、うんうん、それで腕切っちゃうみたいな。そうで半身になってるから当たらない感じになる、うん、ちょっとまんまやっていいですか。まんま、抜いてもらっていいですか。わかりました。こう次のタッチ避けられても、うん、次で切れる。それかもっと単純なことやるといいですか、うん、このまま刺す、うん、なんか選択肢がやっぱ相手にある以上はちょっと難しいってことなの、うん、じゃあちょっと限定された場所だったら有効なんじゃねえかと。有効になる可能性がある、うん、これ逆手持ちなのよ、うん、しぐるいのまんま行くとね、うん、こうより、うん、こうすると伸びる、うんうんうん、あと手の内がより自由効くと思います。そうです、手の内が自由効くから、うん、だからこの状態、うん、はい、うん、このパターン、うん、もう終わり、うん、はい、で当たんない、当たらない。折り敷いてるから、だから伸びが違いますよね。伸び違いますよね、うん、あとやっぱり、うん、これ反りが使えるからめっちゃいいっていう、こう、うん、うん、こう打つことによって返すと反るから、うん、こっちはそのままこっちは離れてブスッと、うん、でもやっぱりあれですよね、うん、正面を切ってもらう前提ですよね、これ。まあそうですね、うん、だからそうなるとこっちの方がいいんだよ、ね、断然違います。こういう構えの方がいい。言ったら、答え見せてないじゃん、まだ、うん、これ答え見せてるけど、うん、こうだったら、肩の長さも分かりにくいし、うん、こう上から来るかもとか、うん、あ、はいはいはい、こうガードされるかもとか、うん、いろいろ選択肢が増えてくるっていう。ちょっと、まあ、隠せるというか、これはさ分かるじゃんか。分かる分かる。こっから、うん、上段に切ることはまずないじゃん、うん、こうだった場合だったら、うん、ちょっと分かりにくい、ね、あ、確かに足で分かんないね、うん、そう、こう、こういける。へ、うん、でポイントさっきの足ですよね。あ、足、はい、言ったらこれが誘いになってるってこと、うん、まあ、出てる足か頭を狙ってくる、うん、うん、なるほどね。これだったら、うん、無理ですもんね、うん、刀払うか、誘いも何もこれ出しちゃってるから、うん、もろとも切っちゃうから、うん、こうなってますけど、これって脇構えに近いんですよ。脇構えがこうなってこうなってるから、もうほとんど脇構えなんですよね。甲冑切るとめんどくさいですよね、脇構え。小手があって袖があって甲冑あって、うん、首隠れるから、あ、確かにここ、そうするともう足ぐらい、足もあるんですよ。あるんですね。だからこう突っ込んでって兜でガードしながら股間を切ってくっていう、あ、そういうこともできるみたいな、セミ攻撃みたいなね、はい、こうだったら、うん、
横もさばけますもんね、はい、これちょっと無理っすもん。横移動はそれは難しいっすね、はい、ただこれやっぱ二の太刀じゃないですか。二の太刀こっちで誘う、うん、誘いでちょっと待って、うん、相手に打つタイミングを作らせて、ああカウンターっていう、はい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 、だからこう構えてこう、おお、うんうん、まあこれをここで避けますね。こう残す、はい、うんうん、すぐ動かない、うんうん、そしたらこっちを巻き返して袈裟に小手なりにを打ってくる。それを俺はあえて崩す、うん、崩す乗せる、あの言ったら体重乗せると、はいはい、こう乗せてさばいてこう切る。だからこっちからすぐ攻撃できないから、うん、あえてこの距離とこう待ったら、うん、相手抜けたとしたら、抜けたとしたら選択、こっちの選択肢って、うん、こう叩くしかない。で大体こう来るっていう軌道が大体この姿勢だったら読みやすいんで、うん、盲目だとしても、うん、勘で相手こうだったよ。なるほどね。これにかけるみたいな。かけるみたいな、はい。このパターンは8割方こう切るだろうっていうのを、うん、読んで打つっていうところじゃないですか。ああ、確かにそうですね。はい、読みも必要かもしれない。はい、いや実際あのイラコ制限のモデルっていうのは戸田制限って言われてる。はい、ああ、盲目のあの僕改正したんですけど、はいはい、あいつもなんかそういうちょっとなんか戦略するんですよ頭で。ああ、動かすっていうか。はいはいはい。はい、だからちょっとまあ近しいとこあるかなと。でもまあ実際盲目じゃないですか、はい。盲目でどれだけ気配が読めるのかっていうか。ああ。はい。ちゃんとそれも検証しないと、うん、視聴者怒るじゃないですか。よっしゃ。はい、出た。そうだ、ちょっと透けて見えるかなと思ったんですけど、うん、黒いじゃないですか、うん、何も見えないです。全くですか。あ、いいじゃないですか。じゃあこれそれでいけるかどうか、はい、うん、言ったら、塚田さんがこう打つと、うん、それをこう抜けてできるかっていう、うん、はい、気配で、気配だけ、だけで感じられる、はい、さあ、はい、おマジか、嘘だろ。あ、意外にあのこの袴元あるじゃないですか。わかる、マジっすか。はい、じゃあ正面切りしてもらっていいですか、うん、はい、で僕こう切るんで抜けてもらっていいですか、うん、当たりそうになったら、うん、あ、いけるやん。タイミングでもいけますよね、はい、こう切ってこう切るっていうのを教えてもらってるじゃないですか、うん、だからなんとなくタイミング測れるんですけど、あと塚田さんの呼吸を僕毎回稽古で知ってるから。そうか、ちょっと信頼感があるから、はい、多分副社長がやったら俺できないと思うんですよ。あ、やってみる。ちょっとやってみましょうか、うん、え、こうやってくるよ。こうやっていくから。正面？うん。滑ったんだけど。ここめっちゃ滑るやん。でも音でわかる、やっぱり。はい。あの塚田さんよりわかりやすかったですね。あ、本当？結構ファッってやりますよ。うん、おーと。でも。目隠ししてた方があの音に集中できるかもしれない。視界でちょっとね、やっぱりあの邪魔になるっていうか、はい、うん、耳がこういくかな。なるほど。あ、もういいですかね。いいですよ、はい、もう一回ちょっといいですか。もう一回行きましょうか。おー、行きましょうか、はい。あ、あ、今のタイミング、あ、ですよね、うん、はい、今のですね、はい、でもちょっと慣れてたらもうすぐ分かります。あとね、かすかにちょっと風圧みたいのがある。あ、すごい、それすごい、俺分かった、はい、あ、そうそうそう。じゃあそうなるとイラコ制限ってあのもう 目見えないわけじゃないですか、はい、結構長い間、はい、したら僕らよりは研ぎ澄まされてると、うんうん、と思いますね。ただあの原作通りやるとしたらですよ、はい、ちょっと特殊な技があって、特殊、はい、相手がコガンっていう、はい、そのボスなんですよ。それがあれですよ、これやるわけですよ。あ、こっちの方、はいはいはい、はい、流れ星みたいな、はいはい、それを来るんですけど、うん、横から、はい、それちょっとした避け方で原作回避してるんですよ、うん、おお、はい、それはできると。ちょっと横から切ってもらっていいですか。はい、コラムは、はい、うん、うわ、危ねえ、これかすっていったぞ今、危ねえ、びっくりした。相手が打ってきたのを、うん、イラコ制限は、うん、こう避けるんですよ。ああ、これを、はい、あ、これで避けるんだ。で、崩れるのと腕を上げる力で、うん、ファッてこうやってるんですよ。はあ、すげえな。それでズバズバズバって切って、こっから切るね。そのコガを倒すと。
やっぱ塚田さんがいると。どうやあのね絵になるわ。絵になる。いろいろ。あと生まれるめっちゃ。ああ。ちょ俺の脳のキャパじゃ限界があるとこが。はい。だから二人揃えばモンジュの知恵みたいな。そう。じゃないから。ないけど。次まあシグルイシリーズはちょっと一回終わって。はい。次ゲームシリーズいきます。おお。セフィロスのでっけえ刀があるんですよ。はい。あるある。はい。あれ？あれを使えるのか使えないのかいやこれは重さがどれぐらいあるのかっていうのも問題だしな、はい、まあ、1年間に長いやつがあるから、長い僕ともあるからそれでやるっていう、ね、はい、長さ的なものでねそうはい、じゃあ楽しみにしてください、はい、ということで面白かったらチャンネル登録高評価よかったらコメントの方あと僕らツイッターやってますのでフォローそしてスーパーサンクス機能もやってくれたら嬉しいです、うん、では